はい、今度足用に体を緩めて分離して運動能力、連動能力高める体操をやりましょう。まず普通に元気よく足踏みしましょう。約10秒間ぐらい足踏みをします。はい、そしたらその勢いそのままにつま先つけてこうちょっとネバネバ歩きます。足の裏になんかちょっと粘着テープみたいなのがついてて、こうネバネバぬっちゃぬっちゃネバネバ歩くような感じします。だんだん体が緩んでいくように意識して、だいたい30秒ぐらい行きましょう。気持ちいい方はもっと長くやっていただいても構いません。解きほぐすように。はい、でそうしてもらったら、息を使わずお腹をへこましたり膨らましたりを繰り返します。お腹の中に眠ってる足の筋肉を動かしましょう。はい、でそうしてもらったら、その次ですね、股関節系ですね、だらーんとまず足を出します。でお尻の横今緩んでます。これをキュッとキュッと締めて緩める。足を動かしてるんじゃないです。お尻の横の筋肉使ってます。お尻を締める、緩める、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 もっとゆっくり行ってもらっても構いません。じゃあその次かかと出しましょう。股関節からふにゃ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 っと動かします。ここから下力抜きます。股関節だけで動くようなイメージで行いましょう。反対も行ってほぐします。ここから下であくまで動かない。ここで動いてます。例えば今度、母子球もしくは小子球を指定にしてこういう風に左右に振ります。動き方はちょっと早く振ってもらっても構いません。でも基本的には大きく動かしましょう。膝下を動かしているイメージ&股関節を動かしているイメージ両方持って反対もいきます。グリ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 と穴掘ってるような、もしくは吸ったことないですけどタバコの吸い殻をこう揉み消しているような、火を揉み消しているような動きとよく言われますね。はい、次です。その状態のまま交互打ちします。まずはドド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 と普通にかかとが落ちるタイミングを意識してもらっていいです。ちょっと上級の方はかかとが上がるタイミングを意識します。でかかとを上げるっていうよりつま先で地面を押す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 かごごごかごごご上げるタイミング音が出るような感じ、つま先で地面を押しているように動かしましょう。狂わないようにゆっくり。そしたら今度ちょっと長めにします。でこの状態で膝交互打ちします。この時は膝で動いているような感じします。かかとはついてます。こんな感じになります。でちょっと余裕がある方椅子に深く腰掛けてください。今足浮いちゃってます。この状態で交互にペタ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 繰り返します。これあんまり短いと意味ないです。最低30秒はやりましょう。交互です。右左右左、ツインペダルをやるやらないの問題じゃなくて足の練習できるだけ交互に行ってください。裏拍を取らせることによって足のリズム感が上がります。大抵の問題は体の動きじゃないです。リズム感のせいできないことが多いので、リズムを鍛える意味でも必ず交互打ちにしましょう。はい、最後です。本当はしたくないですけども、足の裏ですね、土踏まずのところをこうゴリ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 とやってもらったら、グーパーグーパー、これも指を曲げるって土踏まずを曲げてるようなイメージでグーパーグーパーしましょう。足の裏って意外と刺激してないですからね。で足の裏から日頃足の裏から動くイメージでグリ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 してもらったらグーパーグーパー、歩くときを踏んでいるときも足の裏から体を動くようにすると、全体の連動が良くなるそうです。はい、聞きましたでしょうか。そしたら立ってもらって足首3456781 3456781、はい、そしたら今度は横に
1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、回します。3、4、5、6、7、8、あと逆回り。5、6、7、8、反対側もです。前から見せます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、あったら横に。5、6、7、8、バイバイみたいな動きですね。回します。もっとゆっくりでも構いません。8で逆1、2、3、4、5、6、7、8。今の運動は難しい方、つま先ちょんとつけてもグリ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 でもいいです。力抜いて足首ほぐすような感じ、足首浮かすような感じします。はい、ここまでで OK なんですが、余裕がある方はこう立った状態でこことここの間、この部分ですね、足の部分だけをこう動かす練習します。今つま先はついてます。この状態で見えますかね。膝を横に、内側に、横に、内側に、外、内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 。お尻の付け根で動いてるような感じで、ね、お尻の付け根を動かしてです。足の付け根で動いてる感じ、お尻の中に埋まってる骨が動いてる感じ、この練習もやってみてください。基本的には最低3日に1遍、できたら2日に1遍、1日に1回行うようにしてみてください。1週間に1回でもやるだけでも効果あります。運動記憶なので。